皆さん、こんにちは。ウプ主のおっさん、少し困っています。ウプ主のおっさん、このように言いました。うわー、なんか海外のデータになると、誰も見てくれないんだけど。ウプ主のおっさん、これまで何度か、海外の鉄道に関するテーマを取り上げてきたのですが、ほとんどの動画で再生数が伸びませんでした。最近では、鉄坊主先生へのお礼として、バンクーバーのスカイトレインの動画を上げたのですが、再生回数はここ最近の動画の中では最下位となってしまいました。おそらくですが、鉄坊主先生の話がなかったら、さらに再生回数が下がっていたかと思います。このほか、ラオスの高速鉄道の動画なんかも最下位になってしまいました。なお、鉄坊主先生も同じように、海外の鉄道の動画はあまり見てくれる人がいないとおっしゃっていました。というわけで、ウプ主のおっさん、この理由について少し分析してみました。そして、ウプ主のおっさん、このように言いました。まあ、海外の鉄道って日本人には確かに馴染みがないですよね。おそらくだけど、おすすめに出てきても多分クリックしたい気分にはならないのかも。日本国内の鉄道事情であれば、多かれ少なかれ、馴染みのある人がどこかにはいます。たとえ鉄道には興味関心がなかったとしても、乗ったことがある人であれば、馴染みがあると思います。ただ、海外の鉄道は、なかなかそうはいかないみたいです。海外の鉄道に馴染みのある人といえば、該当する国に行ったことがあって、現地の鉄道に乗ったことがある人、もしくは、海外の鉄道という分野に興味関心がある人くらいではないでしょうか。そして、いろいろと考えたウプ主のおっさんも、このように言いました。確かに海外の鉄道とか、そもそも知らねえな。フランスに TGV があって、台湾にオレンジの新幹線があるくらいしか知らないな。こんな感じで、国内と海外の鉄道市場への関心度の違いを振り返ってみました。まあ、そんなわけで、ウプ主のおっさんは、国内の鉄道事情に専念しようと思ったのですが、そのように思った直後、このように言いました。でも一番見てくれるのは、なぜかアメリカの新幹線のやつなんだよな。当チャンネル、なぜか一番再生されているのは、なぜアメリカには新幹線がないのかというテーマの動画となっています。このほか、台湾やインドネシアの高速鉄道のテーマも、結構見られている感じになっています。というわけで、ウプ主のおっさん、頭の中がぐるぐるする感じになってしまったのですが、あることに気づきました。ウプ主のおっさん、このように言いました。なるほど、ニュースで登場するようなところだったら、海外でも見てくれるのかな。インドネシアや台湾などの高速鉄道のように、日本のニュースでもよく取り上げられるようなところであれば、みんな見てくれる傾向があるみたいです。というわけで、ウプ主のおっさん、このように言いました。海外でも日本でニュースになるようなネタ、つまりニーズがあるところならみんな見てくれるんだな。ジャパニーズ言うて。以上、ウプ主のおっさんのどうでもいい悩みでした。さて、皆様のおかげでタクミックチャンネルは登録者数5万人を迎えることができました。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。さて、明日の話になりますが、ウプ主のおっさんのどうでもいい過去のエピソードを取り上げたいと思います。まあ、本編とは一切関係ない話だったりするのですが、よかったらぜひ見てください。よろしくお願いしますね。